さっきちょっとねお話聞かせてもらって、はい、永田町の駅でご苦労されたって話を聞いて、はい、非常にやっぱり課題。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日は、エースメディカルサポートさんが運営する再生医療チャンネルとのコラボ企画になりまして、はい、なんと、はい、衆議院議員の松原仁先生とお話しすることができるそうです。はい、お忙しい中ね、今日来ていただいてます。ドキドキする、そんな、うん、怖い怖い、ドキドキ失言ないようにして気をつけるね。いや、私は全然まだまだ初対面なので、はい、ちょっと奈美さんの方からご紹介とか案内していただいて、はい、これからお部屋に突入していこうと思います。はい、はい、では行ってみましょう。お願いします、はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは、渋谷真子さんですね。よろしくお願いします。お会いするのを楽しみにしていました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっともう、はい、初めてこれ。よろしくお願いします。仁先生です、はい、よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、はい、現代のもののけ姫ことまこさんと、はい、先生にぜひ今日はちょっとお話をしていただきたいと思うので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとまず私の自己紹介からさせていただきたいと思いまして、はいはい、私渋谷真子と申しまして、車椅子になったのはですね、2018年の7月12日に、転落事故でその脊髄を怪我をしまして、今は大体みぞおちから麻痺をしてますので、自分で動かすことも痛いとか熱いとかの温度感覚もですね分からなくて、あと排泄障害っていうのを負っていまして、トイレ感覚、おしっこしたいとかうんちしたいとかっていうのもわからないので、自分で時間で管理してトイレに行って、カテーテルっていうなんかストローみたいなものをこう自分で尿道に入れてとかで、うんちの場合は、ゴム手袋をして自分でその適便っていうんですけど、お尻の穴に入れて、自分で出すっていうのをやるんですけど、まあなかなか失敗することもたくさんあるので、人前に行った時に漏らすとかっていうのもあるんですが、まあ、そういうのの中で、まあ、私が入院している時に、やっぱその車椅子とか、脊髄損傷っていうのに、その当時26歳、26年間やっぱ触れる機会が全くなくて、ただどうしたら私はこの落ち込むことってなかったんですが、その私はどうやったら生きていけるんだろう、これからみたいな、どういうふうに過ごしていくんだろうっていうのを、やっぱGoogle とか検索をやっぱしてたんですよね。ただ情報が全くなくて、その車椅子で過ごしてる方とか脊髄損傷になった方の SNS への投稿とかっていうのはすごく少なくて、それでも私以外にも車椅子の人は今後もどうしても出てきてしまう。じゃあその人たちも私と同じような悩みを抱えるだろうっていうことで、一つの情報として YouTube に残して、その次そうなってしまった人たちのためにこういう道を通ってますよ私はっていう思いで、去年のですね夏から始めさせていただいて、で今はその脊髄損傷車椅子のことをバリアフリーでこうやれるアクティビティとかで、あと今回は再生量ですねのことを伝えてるっていう感じなので、今日はその私が健常者から一応障害者っていうそのなった中で見えてきたどうしてだろうっていうことをちょっと先生にお話できたらなというふうに思っています。はい、先生の身近には車椅子の方はいらっしゃいます？家の近くにですね、はい、やっぱり車椅子で歩かれてる方っていうのは、はい、若干おられますね。あ、そうなんですね。で、実は私の母親も今90歳なんですが、はい、一時車椅子で、はいはいはい、足が弱って車椅子、今も階段を割るときは左足がですねちょっと階段の段差が上がらなかったりっていうのもあって、本人はやっぱり90になるまで、右足左足を出しながら歩いてたんで、
そこにどうしても行きたがるんですが、うん、やっぱりあの安全を取るならば車椅子だって、うん、だから車椅子をよく押してます、ね、あ、そうなんですね、はいはいはい、まあ、普段山形県に住んでるので、はいはい、日常的に移動っていうのは自分で車が運転できるんですよね。その手動装置って言ってこう手でアクセルブレーキができる装置がありまして、それで運転できるので、まあ、そのなかなか街中を車椅子で行くっていうのは普段はないんですけども、東京とか、まあ、旅行とかに行った時に、はい、感じるのがやっぱ一番初めは公共交通機関のもやっとするというか、ちょっとこうだったらいいなっていう部分がすごく感じることで、意外と飛行機はすごく私好きで楽ちんなんですけども、まず新幹線、まあ、電車ですね。東京飛行機の方が楽ちんっていうのは、車椅子の今の、はい、この状況になった後に飛行機というのは楽だと。そうですね、電車に乗るより私は飛行機の方が楽、飛行機の方が楽です。それはどういう部分が比較して素晴らしいっていうか、一番は、うん、やっぱこうサポートしてくれる人がたくさん身近にいるっていうことですね。あ、これは大きいんですね。それは必要なスタッフさんであったり、そうです、空港内のスタッフさんであったりもそうなんですが、うんうん、機内までの移動っていうのもすごく皆さん助けてくださって、すごくスムーズなんですよね。で、機内の中にいても、まあ、乗ってる時間っていうのも結構短いじゃないですか、新幹線とかに比べたら。なので、まあ、山形県から東京に来るまでも大体1時間くらいで着くので、あっという間ですし、私結構ずっと一人で動いてるので、その到着した後もやっぱこう全部助けてくれて、出るところ、タクシー乗るところまで全てお手伝いしてくれるっていうのがすごくありがたいですし、ただ新幹線とかってなると、やっぱこの乗ってしまうともう誰もいなくなっちゃう、周りにすぐ声をかけれるところがスタッフさんがいないっていうところが不安なんですよね。今回も新幹線で来ましたけど、 SOS ボタンしかないので、あの近くにSOS ボタン、これ電車止まりますって書いてあったから、何かあってもそれは押せないなっていう中で、こうすぐに連絡を取れる手段がないと、やっぱ不安だなっていうのがすごく。つまりその人はですね、やっぱり安心感っていうのは大事なんで、はい、やっぱりあまりにも人を省くっていうか精進化をしすぎると、うん、公共交通機関も心配なものが多いし、うんうん、やっぱりそのことはたくさん多様的に、飛行機の場合は安心感もあるし、うん、はい、助けてくれる人もたくさんいますよっていうことですね。そうですね、はい、さっきちょっとねお話聞かせてもらって、はい、永田町の駅でご苦労されたって話を聞いて、はいはい、非常にやっぱり課題があると思ったんですね、うん、やっぱり文化っていうのはそうやって、その全ての人にオールラウンドに優しいことができるかどうかっていうのが、うん、もう文化の成熟度になると私は思ってるんですね、はい、だからやっぱり永田町で眞子さんが一番感じたことっていうのは、はい、何が一番必要だと思ったんですか。やっぱその作りっていう部分よりも人のサポートというか、うん、触れてもいいっていうか、こう人と人とが助け合うっていうところが私は一番欲しいなっていうのは正直思いました。やっぱその一番問題になった、さっきお話しした最後の4段を、はい、駅員さんと友達でこう抱えてくれたら早かったっていう部分を、昇降機を使わなきゃいけないから使ってちょっとあたふたしたっていう部分があったところを、なんかそこをそのできない理由っていうのはそのルールだと思う、触れれないとか、だからそういう部分をなんかもうちょっとうまくできないかなって正直思いましたね、うん、先ほどから眞子さんと話をしていてね、はい、思ったのは、例えばそのタクシーなんかでも、はい、その今頭の高いタクシーが、はい、これはそういった体の具合の悪い方も非常に利便性を持って乗れますよっていう、うん、その仕組みがあるんですよ、機械がね、はいはい、でも実際その機械っていうのを使うということをほとんどされないっていうか、う、実際眞子さんが乗った時どうでした、これ使わないのって聞いたら、そのやっぱスロープを出すまで タクシーの運転手さんにまず2回くらいお願いしたことがある、状況的に、うん、まずは
あのタクシー乗り場で、乗るときにスロープ出していただけませんかっていう話をしたら、時間がかかるので、そのまま乗ってほしいですって言われて、それはまこさんがきっと一人でスロープ使わなくても乗れると運転手さんが思ったっていうこと、まあ、でも多分分かんない、その運転手さん自体ももしかしたら過去にね、その車椅子の人乗せたことがあるから、ちょっとてなんていうんですか、こうこういう状態の人、こう手が動くとかね、あのそういうこういう状態の人は乗れるんじゃないかなとかって、その想像のもとに多分言ってくれたと思うんですよね。もう一歩その踏み込んで、彼はその使い方が分からなかったっていう感じではない？いやでももうすごく渋ってたんですよ、うーんみたいな、なんか使わないで乗ってほしいですみたいな感じなので、使い方が分からないとはさすがにこう言わなかったんですけど、すごく10分も15分もかかるんですって言われて、10分も15分もかかるんだったら私だってタクシーの時間があるので、そうですかってなっちゃうんですよね。であとその道的な何ですか、こうスロープをかけるため の, その道の関係上無理とか、きっとそういうのがあるのかなとか思いながら、その1回目は分かりましたって言ってこうそのまま乗ったんですよね。で2回目はじゃあもっと時間に余裕がある空間でお願いしたらどうなんだろうっていうので、ホテルの目の前に待ってるタクシーの人にお願いをしたんですよ。もうホテルだからすごく平らだし、すごく広いから時間もあるしっていう中でお願いしてもやっぱりダメでしたね。同じようにあの時間がかかるし、あのお手伝いするから乗った方が早いですって言われ、普通に乗った方が早いです。その場合はそのドライバーさんは手伝ってくれたんだ？そう、なんかあの言ってくれれば手伝いますっていう感じだったので、だタクシーの方のいいところは、何か手伝うことありますかってすぐ言ってくれるんですよ。いろんなタクシー乗ってても、そうです、そのタクシーの運転手さん自体は触れることをそんなに、遠慮しないというか、何でもこうあの肩つかんでいいですよとか、そういうのは結構いろんなタクシーに乗ってもあります。だからそういうところはいいんですけど、そのじゃあそのじゃあ何のためのスロープなんだっていう話がある中で、私の状態であればその自分で乗り移ることができる、そうなった時にジャパンタクシーさんは乗りづらいんですよね、スロープを出さなかったら。であればその今まで通りのセダン型のタイプの方が私はとってもいいし、乗りやすい人も結構多いのが、まあ、感じをつかんだりしてグッといけるって、ね、そうですそうです、事実なので。でもその物を作ったから、終わりじゃなくて、使う人たち本当にそのまずそもそもそのジャパンタクシーのスロープをどれだけの人が必要としたのか、どれだけの人がじゃあ使いますよってなったのかっていうことが私は結構すごく気になって、実際その、ね、乗り移れない状態の人たちがやっぱいる、電動の人とかもそうですし、そういう人たちに対してはどうしてるのかなっていうのはすごく、あのすごく重要な僕指摘だと思うんですよね、はい、あの行政が例えばじゃあ、 あのそういったこう、まあ、体の具合の悪い人っていうんですかね、うん、そういった方に対して、まあ、あの住みやすい社会作りましょうって言って家具を作る、スロープを作る、はい、そしてあの昇降機を置く、またあの地下鉄でもですね、そういったものを置く、うん、ただそのことがその実際使われなければしょうがないし、うんうんうん、まあ、使い勝手がいいっていう中にはいろんな議論があると思うんですけど、うん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 、さっき聞いていたのはだから片っぽ の, その乗り降りする人を100人も200人もこう、はいはい、まあ、なんていうのかな、待たせておいていくというのは若干気兼ねをしてしまうことがあったりする、うんうんうん、だからいかにして気兼ねをしないで、はい、そしてあのフリーにですね、うん、そういった方々は活用できるようにする、シンプルな、これはやっぱりなんていうのかな、そのメーカーの発想だけでもいけないし、うん、やっぱり眞子さんのように実際にその体験をしている人もね、うんうん、その実体験から来なければいけない、はい、うん、だから非常にこれ難しい議論だと思うんですよ。だから駅においてこの階段があって、うん、その車椅子の方が使われるとこの階段がほとんど使えなくなるんですか、これ？そうですそうですそうです。とその人たちは違う、そう、遠回りのルートを駅員さんからこう指示されていくので、うん、なんか
どう思われてるんだろうってやっぱり思っちゃうんですよね。だから精神的な負担になってしまいますよね、それはね。だからそれをどういうふうにこう簡素にできるのか、うん、僕昔今からもう40年近く前かな、はい、八代英太さんって、はい、まあ俳優がいたんですよ、はい、で国会議員やってて車椅子議員 で車椅子議員の八代英太さんを僕は大学早稲田なんですが、はい、早稲田の大隈講堂っていう一番のっけの講堂に呼んで講演会やったことがあって、はい、その時その車椅子だからトイレ大変じゃないかと思ったら、彼はだから車椅子だっていろんなパターンがあるんだと思って、はい、一人一人がまた違うから、そうですね、それで全て律せられるわけではないけれど、やっぱり彼なんかはそういった意味ではそのいかにそのできるだけシンプルに有効なものを作るのか、確かに一方においてその一人一人が違うから、うん、そこは難しいかもしれません。なんかこれはっていう解決策っていうのは真帆さん考えられます？いやでもこれはっては正直ないですね。私以上に重たい人とかもはもっともっとこうであってほしいと思うわけであって、私はここまででも大丈夫とかっていうのがあるので、なのでやっぱ物とか設備に頼るんじゃなくて人の手だなっていう思うんです。そのロンドン のオリンピックがパラリンピックがあった時とかもやっぱロンドン その構造上ボランティアの人たちがすごくやってたんですよ ね。なので結局、まあ、今回東京のねオリパラに向けて東京はこういろいろ作られてる中で、やっぱ物だけを作ってる感っていうのがすごくあるんですよね。その一応バリアフリー授業みたいなそういうのは結構体験とかね多くはなっているのかもしれないけど、なんかそれを形をして終わりみたいな感じもすごく、アリバイ的にね、そうです、そうです、そうです、やりましたで終わってるので、もっとこう、ま、同じになっちゃいますけど、物があったらじゃあ使う人をちゃんとそういう風な心っていうか、まあ、そういう風にさせないといけないと思いますし、なかなかでも大人になってそういう考えを変えるって難しいなって正直思うんですよ。こういつかあなたもそうなりますよとか、いつ誰に起こるその車椅子になることとか障害を持つこととか病気になることっていつ誰に起こることかわからないってやっぱ伝えてはいますけど、実際なってみないとわからないっていうのが正直なところで、そこを思ってくれって願うのってすごく難しいんだと思うんですよね。まあでも伝えていくことは大切ですし、変えていくことも大切だと思っている中で、私やっぱこうこれからの人というか、こう子供であったり学生さんであったり、これからこう世の中に出ていく人たちに対してもっとバリアフリーの目線というか車椅子に対する目線を持ってほしいなっていう思いで、それこそ地元の中学校高校にこうすごく一生懸命出向いたりとか、こうそれこそ YouTube での発信であったり、あと絵本を今ちょっと作ってまして、絵本でこう小さい頃からなんとなくこう車椅子を知ってもらうことで、そういう目線っていうのが広がってくれるんじゃないかなっていうふうに思ってるので、なんかまずは、まあ、行動に移す、何かこう先生にねお願いして国の人からも行動に移してほしいっていうのはありますし、もっと障害がある人たちの意見を取り入れながら、そういうバリアフリーのものを作るとかをやってほしいなって思うのと同時に、私は私で一般の目線でこの人たちにこういうふうに行動してくれたら嬉しいですよっていうのを伝えていきたいなって思ってるので、さっき真帆さんが言ったそのロンドンオリンピックでね、はい、そのロンドンの市民がその助けた、はい、すごくキーワードだと思って聞いてました、うん、やっぱり物は物、それ必要なんですよ、必要なものはきちんとやらなきゃいけないけど、やっぱりその人間が人間をとかに助け合うっていうね、うん、それは助けた人にもとても豊かな気持ちを与えると僕は思うんだよね。だからただその通勤してて急いでる人はそういう時間ないかもしれないけど、いろいろある人は何らかのこのまあ、マークをつけてる、ワッペンをつけてるって言ってないけど、僕はそのお助けボランティアですよと、まあその最近はいろんな人間がいるから、その信用しちゃいけない人間もいるけど、僕はお助けボランティアですよってのは分かるようなマークをつけてる人がいて手伝うとかね、まあいなければ例えば無人の駅であればやっぱり駅員さんがすぐ来てもらうとか、まあ人は
確かに日本において人のいない省力化、省人化っていうのかな、うんうん、一つの時代の流れだけど、やっぱり人がいないといけない部分もあると思うんで、そうですね、そういうのどういうふうに、なんていうのかな、この自由な行動、社会を取る中で、うん、そういう環境をね、特に公共空間においてってことだよね、うん、そうですね、はい、これはあの引き取らせてもらって、はい、あの政治がやることなのか教育がやることなのか、うんうんうん、極めて広域なボランティア団体がやるべきことなのかっていうのは分からないけれど、うんうん、海外の事例なんかもあると思うん で、 そうです、勉強していきたいと思います。ぜひよろしくお願いします。なので、ね、今後はもっとこう、やっぱ私自身 も、 もう、うんうん、お願いお願いっていうばかりじゃなくて、もっと知ってほしい、まず知ってほしいって、うんうん、今回、ね、先生も多分私の話を聞いて、あ、そうかって思われたのと一緒で、やっぱ知らない人、あ、見えてなかったなっていう人たちにまず知ってほしいって思うので、ちょっと次回はね、先生のチャンネルの方に出させていただきます。お待ちしております。ちょっと、ね、知らない方たちに知っていただけたらなというふうに思います。はい、じゃあお約束ということで、はい、じゃあ今日はありがとうございました。今日はこんな感じで、松原先生にちょっといろいろお話をできるさせていただく機会があってとても良かったです。また、ね、先生のチャンネルにいつか出させていただいて、もっともっとなんか深くお話できたらなというふうに思っています。はい、という感じで、この動画が良かったな、いいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。